はい、ガマガスフィールドテスターの井熊博之です。今回はですね、紹介したい、製品がこれです。ブラックラスター。ブラックラスターっていう、私が開発に、監修という形で、参加させていただいた、偏光グラスです。で、昨年の秋にですね、出たこの偏光グラス、ちょうどここから上のところですね、名前は、1番目に作ったんでナンバーワンということで、ブラックラスターのナンバーワンのこのシリーズがあります。で、こちらの、フレーム、このちょっと艶消しでゴールドの、フレームにこうなったりですね。これが、ガマカスの、ビサイトっていうガラスレンズを、搭載した、ビビットカラーで、色をつけた偏光グラスです。これは、やっぱりガラスレンズっていうのはやっぱり若干実際少し重たくはなるんですけど、それよりもやっぱガラスレンズから通して見えるやっぱ精度、偏光の精度っていうのがものすごくいいので、これは結構気に入って使ってます。あとはこのビビットカラーっていうのが例えば曇り空とか朝まずめ夕まずめっていう絶好のチャンスの時に海がよく見えるので魚の動きとか当たりが取りやすいっていう、そういう特徴のある、偏光レンズになってます。で、これも同じくナンバーワンなんですけど、これはガンメタ、ガンメタ仕様で、これは、トリアセテートっていう樹脂の、このレンズで、仕上げてます。で、カラーは、これがナチュラルスモークですね。で、今ここにないんですけど、スモークミラーっていう2種類を、展開した、偏光グラスになってます。で、この特徴はですね、とにかく軽い、やっぱりレンズが、樹脂でできてますので、かけててすごく軽いんで、こう釣りをしててもかけてる、感覚っていうのが忘れるような、そういうぐらいの軽さで、とてもストレスなくできるっていうような、そういう偏光グラスになってます。で、これが、去年の秋に発売されたんですけど、今回今年の春ですね、2020年の春に、販売される、このナンバー2っていう、デザインで、作ったこれ偏光グラスです。で、この偏光グラスが何がいいかというと、やっぱ一番は軽い、これめちゃくちゃ軽いです。で、これが、レンズの、カラーが、今度はですね、これちょっとグリーンを入れました。グリーンを入れることで、すごく、海の中が、日中でも朝まずめ夕まずめ曇り空でもすごく見やすくなっている、私が、ちょっと要望してですね、このグリーンを、入れていただいて、とても今見やすい感じで、愛用しているレンズです。あと、このフレームがですね、とてもこの柔らかくてですね、こうやって伸びるんですよ。だから、人間釣り人それぞれ、顔のやっぱ形がありますんで、ちょっとよく広いとか狭いとかそういう形に合わせてとてもストレスなく、かけれる、とにかく軽い、偏光グラスになってます。で、これがグリーンが入ったレンズと、で、今度、これですね、これが、ミラーが入ったスモークミラー、この2種類を、今回展開するようになってます。で、フレームも、これはガンメタの艶消しで落ち着いた感じがあって、とても使いやすいような、気に入った、偏光グラスの一つになってますので、ぜひ、よかったら店頭で手に取ってですね、この軽さを実感して、軽さとこのフィット感を実感していただければ、とてもいい、偏光グラスになると思いますので、よかったら、使ってみてください。